皆さんこんにちは。万歳大家のチャンネルをご視聴ありがとうございます。チャンネル登録がいよいよ950を超え、1000という区切りに近くなっています。月曜日から金曜日までですが、毎日投稿も頑張っています。これからもよろしくお願いします。毎月になった一時帰国、6月の帰国も沖縄那覇を中心に滞在していま6月の帰国も沖縄那覇を中心に滞在していました。今回の動画は国際通りから牧志公設市場のさらに奥、ノーレンプラザあたりまでを歩いてみました。食堂かまどでお昼ご飯をいただいて、晴天の国際通りに戻るまでを綴ってみました。自宅を出ればその時から海外旅行、バンコク在住、ワンルームマンション大家、略して万歳大家です。今回の動画は、回を重ねるごとにディープになっていく、沖縄那覇の観光地、国際通り周辺の様子を綴りました。市場中央通りから太平通り、寂しすぎるノーレンプラザの中に入ってみた後は、食堂かまどでお昼ご飯をいただいて、再び国際通りに戻ってみると、梅雨の最中とは思えない気持ちのいい晴れ間が広がっていました。短時間の散策でしたが、沖縄の旅情をしっかり味わうことができました。ぜひ最後までお付き合いください。はい、かりゆし通りの散歩です。カリッシュ通りのパン屋さん、今日はあるかな。あった。はい、いらっしゃい。これっていくらですか？どうですか？これ160円ですね。160円。はい、皆さんこんにちは。一時帰国したら美味しいものをいただこう。はい、沖縄那覇に来ています。先日ね、来た時ね、残念ながらお店やってなかったので、もう一回来てます。お目当てのお店はもうすぐ近くです。新天地市場本通り。この通りを右に曲がってすぐ右に入ると食堂ミルクさんで、ここはずっと行くとサンライズ那覇の通りにつながります。で、ここを今日は1本の、あれ、またやってないのかな。あれれれれれれれ、またやってませんね。2回目ですね、これ。裏切られたってわけじゃないけど、肩透かしでした。じゃあどこで食べようかな。はい、太平通りに入ります。ここはもう馴染みになりましたね。あ、ここ内装壊し始めちゃってる。ゲストハウス。いや、人でごった返してますね。上原パーラーさんはこの前動画見たのです。はい、ノーレンプラザの中ちょっと入ってみたいと思います。ノーレンプラザです。ああ、まだお店全部閉まってますね。この焼肉屋さんだけで開いてるな。
ここの札幌ラーメンも売ってるね。こっちはおろしになってんだね、こちら、あ、日本そば屋さんか。このお店だけだやってるな。ちょっと寂しいな。はい、それじゃあ、1階の方行ってみたいと思います。上原パーラーが見えますね、はい、そこが1階正面口。ちょっと1階は店結構やってますね。塩せんべい屋さん、これは飲み屋さんかな。ちょっとこっちからちょっと回ってみます。はいはいはい、ありがとう。肉屋さん、ステーキ屋さん、惣菜、ブレーベン、食べれるんだ。天ぷら屋さん、ここが何ですか、居酒屋か。あ、でもご飯売ってるね。刺身定食800円。この丸安そばって何か聞いたことあるの。これで一周かな。ここ肉屋さんですね、うん、ここは雑貨屋さんか、お菓子屋さん。はい、出口から出ます。はい、農連プラザでした。上等食堂で食べようかなと思ったけど、ここもまだ営業してませんでした。残念です。ということで、導かれるようにして前回いただいた、動画になってます。この店かまず、ここでいただきます。この前にフーチャンプルいただいたんでね、何にしようかな。ゴーヤーじゃなくて、あ、豚キムチだ、豚キムチ。カツ丼もいいな。あ、豆腐チャンプルはこれもいただいたのね。中身汁、ナス味噌、ナス味噌、ナス味噌ってこれもなんかこんなの食ったことないし、ナス味噌にいたします。今日は焼き味噌をいただきます。はい、来ました。ナス味噌定食でございます。あ、美味しそうだな。650円、ナス。いただきます。ナス。いや、国際通りすごくいい天気になってきました。すごく風も強くてね、なんか梅雨明けみたいな感じですけどね。お久しぶり、にゃーごちゃん、お久しぶりね。はい、お久しぶり。尻尾の長いにゃーごちゃんです。今日ちょっとね、食べ物あげられなくてごめんなさいね。